リーグは生まれて30年が経ちました。人でいうと30歳、立派な大人です。たくさんの嬉しいこと、難しいことを経験し、今に至ります。人は大人になると分別がつき、穏やかで優しく、失敗をせず安全に物事を進めることができるようになります。大人だねと褒められます。 J リーグは大人になることがゴールじゃありません。ピッチに立つ選手たちが教えてくれます。彼らは失敗を恐れず、感情を爆発させ、何万人もの人目をはばからず、泣いて笑って、雨に打たれて泥にまみれて、たまにカードをもらうけど、いつもギリギリまで攻めて攻めて攻めまくる。それは子供とか大人とか関係なく、情熱を持って生きている人。 J リーグもそうありたい。だからもっともっと喜びも悔しさも分かち合おう。サッカーにゴールはあっても、 J リーグにゴールはない。さあ一緒に次のワクワクへ。よっしゃ行こう。